GRE の公式のページにパスレビューっていうのが、 GRE は一体どんなテストなのか、またどんなことを勉強しておけばいいのか、 TOEFL だけ勉強するではダメなのか、目指す学部によって勉強しないといけない場所も変わってきます。この動画では7人の留学生にどっちの勉強しないといけなかったのか、動画の最初は GRE に必要なスキルと最低勉強しておくこと、2つ目はバーバルですね、言語に関してのセクションはどうすればいいのか、そして最後から数学の問題をどのように攻略するのかをこの動画でしっかりお伝えしていきます。ひろつきです。アメリカ留学に関して興味がある方はチャンネル登録されていってください。じゃあ早速 GRE っていうのは一体どんなテストなのか、でどんなことを知っておくべきなのか、でも大まかな勉強方法であったりとか、勉強前に知っておいて得なことっていうのをここでお伝えしていきます。 GRE ってみんな受けなきゃいけなかったっていうことで、 GRE ってどんなテストなのかっていうのを簡単にこうお伝えしたいんだけど、誰がどう？簡単に説明すると、全受験生がアメリカの大学院に出願する場合は全受験生、アメリカ人も留学生も受けなきゃいけないテスト で、3つのパートに分かれていて、バーバルっていう、英語力を試されるところと、クワンティテイティブっていう数学力を試されるところと、あとライティングっていう、文章力プラスちょっと思考力も一応試されるような、その3つの分野に分かれてるやつですね。とプラスで点数が170点満点で、ただ一番下でも130だったかな、多分130から170点の点数で、で満点の場合でも全問正解しなきゃいけないわけじゃなくって、確か 99% 取れば満点になったはずなんで、ちょっと間違えても満点は取れます。試験はコンピューターベースなんで、全部パソコンで受ける試験ですね。あとクオンティテイティブとそのバーバルの結果は試験を受けた直後に終わった段階で画面に表示されるようになっているので、なんでTOEFLみたいに時間が経たないと成績は分からないというわけではない、1年間に受験できる回数とその間隔が制限があります。じゃあ早速この GRE のバーバル、もしかすると一番しんどいかもしれない、でもしかすると皆さん勉強全くしなくてもいいかもしれないんですよ。お伝えしていきます。じゃあまずバーバルの点数がすごい重要視されてたプログラムは誰がいる？手挙げてもらうと。そこまで必要じゃなかった、普通ぐらいっていう人は。じゃあそんなに必要なかったなって思う。 OK。 じゃあ点数の取り方っていうことでどんな勉強をした？ひたすら単語を覚えるしかなかったっすねで、あれですね、単語帳とか、なんか品質単語の単語帳とか売ってるので、それでひたすら単語を覚えるっていうことしか勉強はもうもはやしなくて、でそれらの単語もた、日常的には絶対使わない。で大学院入って論文読んでると、分野もあるのかもしれないですけど、結構割と出てくる単語でといえば単語なので、大学院入ったら勉強しといてよかったなとは思いますけど、多分日本で学生生活を送っていた場合は見たことない単語しか出てこないっていうテストですね。バーバルに関しては一切勉強してないので、やっぱり単語は、その問題文の単語と同じ単語を選べっていうのの、まず問題文の単語がわからないのと、選択肢の単語一つもわからないっていう現象が起きていたので、その単語の問題には全く時間を使わないで、長文の問題をしっかり解くように本番では意識をしました。バーバル の、 その長文もトーフルと一応同じような形式なんですけど、なんか異様に難しくて、なんか同じ形式なはずなのにトーフルよりはるかに難しいので、その結構覚悟をして臨んだ方が、その高い点数を取りたい場合はかなり覚悟をして臨まないと、こういい点は取れないなという印象を持ってます。 GRE を勉強して GRE でいい点数を取るべきか、それとも同じ時間を割いてトーフルとか他の点数を上げるべきかはちゃんと考えた方がいいかなと思います。で、あと GRE の単語帳については、多分有名なのだとバロンズの単語帳リストっていうのはあって、確か4000語ぐらい重要よく出てくる単語があって、でトーフルについて一生懸命勉強した後でも4000語のうち知ってるのはほぼない、全部知らなくって、自分がパッと見た時に唯一知ってたのは、その当時長友の関係でちょっと話題になってたアモーレ、イタリア語が載ってて
その単語のリストにも言葉の後に、まあ、説明とかもあるんだけど、それ以外にどこの国の言葉が元になっているのか、アモーレだったらアモーレ、イタリア語、アモーレの説明とかってなっていて、英語じゃない言葉も勉強しなきゃいけないような感じなのが、まあ、GRE のバーバルです。あとそれでいくと、その知ってる単語であっても辞書で見ると第4、第5の意味を聞かれるので、その一般的にみんなが知ってる第1、第2の意味じゃなくて、もっとニッチな意味を聞かれるので、あ、これ知ってるから飛ばせばいいやって思うと、全く違う言葉の意味で使われてたりするんで、しっかりと単語帳は見て勉強しないと結構本番でやられます。アドレスがなんか異様に意味がたくさんあるみたいな。いや、でもまあこんなところ単語を覚えるっていうところかな。逆に言うと単語をやればいいだけっぽい、単語をやればかなり点数は伸びるみたいなんで、勉強するなら半年とかちゃんと期間を長く持って勉強した方がいい。その先ほどおっしゃってた、そのどれぐらい勉強時間をバーバルに割くのかっていう話で言うと、留学生に関しては多分TOEFLでの足切りの方が可能性は高いので、 TOEFL の足切りの点数をきちんとクリアしてから進めてもいいのかなって。 TOEFL がちょっとおざなりであまりいい点数取れてないのに GRE のバーバルの勉強を始めちゃうっていうのは戦略的には間違ってるとは思いますね。マゴッシュとかいうのがあって、なんかオンラインのこうなんていうの、通信教育じゃないけどそういうのがあるんですよ。まあ、だからそういうのを活用すると多分もうちょっと効率的に勉強はできるかなと。マゴッシュはやりました。体験テストだけやりました。じゃあ早速数学ですね。どのように攻略していいのか、この動画からね、いろんな GRE のヒントをね掴んでいってください。かなり重要視されたって人はどれぐらいいる？でそこまで OK、 じゃあまあこれでいこうか。じゃあどんな勉強をした？僕はずっと問題集を何回も解くっていうことをひたすらやってました。何の問題集？僕は確かマンハッタンプレップっていう出版社が出してるGRE の問題集をずっと解いてました。多分 GRE のその数学のレベルは多分高校受験か、まあ、大体中学で勉強するぐらいの内容で、日本人で数学が得意っていう人だったら多分そんなに難しくなくて満点が狙えるテストだけど、その数学の単語っていうのを知らないことが多くって、でその単語をカバーするために GRE の公式のページにマスレビューっていうのがあって、 GRE で、範囲になっている数学の、まあ、復習のシートというかドキュメントみたいなのが200ページぐらいであるんだけど、それを、一通り見て数学の単語を全部カバーしておくということを自分はしました。実際のテストで言うと、数学は計算機はがパソコンについてるので計算機は使えるんですよ。なので手計算 はほとんどしなくていいので、まあ、日本人の場合は本当数学のレベルは簡単だと思うので、その先ほど言ってた英語の数学用語をしっかり覚えるっていうことさえしとけば、あとは繰り返しになっちゃうけど全問正解しなくても満点取ることはできるので、まあ、ちょっとミスしても気にしなくて大丈夫。あと GRE の、まあ、対策の話じゃないんですけど、地方から受験する場合は東京と大阪、日本の場合は東京と大阪だともしかしたら福岡があるかもしれないんですけど、その多分3年ぐらいでしか受けることができなくて、で、まあ、僕は名古屋だったんで大阪で受けてたんですけど、まあ、大阪で受けるにしても朝と夜昼があって、まあ、朝はやっぱちょっと時間が早くなっちゃうので昼にしないといけないけど、昼は結構人気ですぐに予約がいっぱいになっちゃうとかっていうのがあったので、まあ、地方から受験する人はなるべく計画的に予約を入れて自分が一番こうなんか生産性の高い時間に受けられるような予約ができるといいと思います。このチャンネルではアメリカ留学研究や海外の動向をねお伝えしてるんで、よかったねチャンネル登録されてください。ここですよ、こっちじゃなくてここですよ。はい、それではまた高評価もよろしくお願いします。 See you there。